こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日はすっごく気分を上げたい方、いつもと雰囲気を変えたい方におすすめなスタイリング方法をやっていきたいと思います。はい、最近髪色染めました。どうですか？ありがとうございます。今日は私なりにめちゃくちゃ分かりやすく解説していきたいと思います。いつも髪型がワンパターンになりやすい方、ぜひこれを見て参考にしてみてください。それでは動画スタート。ブラシを使います。まずはしっかりと全体をとかしていきます。ここが重要なので、絡まらないくらいしっかり溶かしてください。私の長さがだいたい胸上くらいなので、26ミリのコテを使っていきます。今、後ろで半分に分けて、さらに片サイドを半分に分けた状態です。ここから毛先を外跳ねにしていきます。中間から毛先に滑らせて、毛先をワンカール外跳ねに巻きます。後ろも同じように、中間から毛先に向けて滑らせて、毛先を外にカールをつけます。反対も同じようにやっていきます。両方とも巻き終えた状態です。鉢植えを分け取ります。下の髪の毛はダッタールで留めておきます。こうすることによって上の髪の毛だけ巻きやすくなります。顔周りから巻いていきます。だいたい束は 1.5 センチから2センチくらいの束で持って、この髪の毛を少し上に持ち上げます。そしてコテを上から少し斜めになるように持ちます。根元の方からコテに髪の毛を巻きつけていきます。この時に外巻きになるように巻きつけてください。毛先は巻きつけません。少し3秒ほど置いたら外していきます。そうするとしっかりと根元の方からカールがついてくれます。その次に同じように毛束を取って、今度はコテを毛束の前に持ってきます。前から後ろに巻きつけて、内巻きになるように巻きつけていきます。また3秒ほど置いたらゆっくりと外していきます。3番目の毛束は外巻きです。巻き方が交互になるように外巻き内巻きで巻いていきます。4番目は内巻きです。半分巻き終えた状態です。まだ手でほぐさないでください。反対側も同じようにやっていきます。私は右利きなので、右をやるときは手が交差してすごくやりにくいので、お手を持ち替えながらやってください。やけどには注意してください。
巻き終えた状態です。ベイビーヘアオイルを使います。しっかり束感が欲しいので5滴から6滴くらい出します。毛先からしっかりとオイルをつけていきます。ほぐすようにしっかりと指を通していきます。束を少し出すような感じでセットしてあげると波ウェーブっぽく見えてすごくおしゃれに見えます。顔周りも顔にかかるように少し出してあげるとよりセクシーに決まりますよ。はい、こんな感じで出来上がりました。この方法だとすごく簡単に波ウェーブっぽくおしゃれに決まります。あと温度も結構聞かれるんですけど、なるべく140度以下でやってあげるとダメージも少しは抑えれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ覚えておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。